本浩二です。今日はまた質問に10個お答えしたいと思います。ちょっとレンズを新しく買ったので検証したくて撮っておりますので、お見苦しい点があったら申し訳ございません。1番目、自分だけでなく家族全員があれもこれもとなって情報過多で混乱している時のいい思考の整理方法はありますでしょうか。見なきゃいいんじゃないですかね。なんかいろいろデジタルデトックスっていうのをおやりになったらいかがでしょうか。うち家族全員がそのテレビ見ませんし、新聞読まないですし、 SNS 見ませんし、そのヤフーとか見ませんし、人付き合いもしないんですけど、あの本だけ3人読んでまして、全然情報過多になってないのでおすすめでございます。2番目、真空管ギターアンプは特に不具合がなくても定期的に専門家にメンテナンスをお願いした方がいいのでしょうか。私はね、ライブを頻繁にやってた時は年に1回あのメンテナンスに出すようにしてます。で、新しいチューブが好きな方と古いチューブが好きな方と両方いらっしゃるんで、お好みだとは思います。3番目、テクニック編を徹底的に覚えてからスケール編やアルペジオ編の形やポジションも覚えると効果的でしょうか。これね、やめてください。まず最初に何かをマスターしてから次に行くっていうその勉強の仕方、これは小学校の時のあの勉強の仕方だと思うんですけど、音楽ではそういう風にやらないでも広く浅くわーってやっちゃってください、はい。で、難しいことを先にやってから、これ基礎不足だなと思ったら戻ってくるっていうようなやり方の方がいい場合があるので、はい、あんまりこう下を基礎を積み重ねてからなんか次やるみたいなやり方はやめた方がいいでしょうね。4番目、吸音のメカニズムが分かりません。エネルギー保存の法則を鑑みると、吸音によって失われた部分は吸音材の運動や熱に変換されているということですか。そうです、熱になります、音が消えたら。もちろん私たちが体感できるような熱ではないですけど、なんかジャーンとなって熱っみたいな感じではないですけど、ちょっとした温度変化になってます。はい、ごめんなさい、遠い。ジャズ3タイプのピックでカッティングする際に気をつけるといい点はありますか。私ね、個人的にジャズピックあるじゃないですか。あれはあのカッティングに向いてないと思うんですね。でもどうしてもやんなきゃいけないんであれば、このあのピックのこのお尻の部分の先っちょじゃなくてで、あのカッティングするようにしてます。ちょっととんがりすぎてるんですよね、はい。6番目、ジョン・ファイブさんが単音の速いフレーズを弾くときに手首をくの字にして弾いていることがありますが、どこで消音しているのでしょうか。それ私このジョン・ファイブさんのお体のことは存じ上げません。あのジョン・ファイブさんに聞いてください、はあ。7番目、夏のボーナスは何に使えばいいですか私決めていいんでしょうかまあでもこの質問するってことは、そのなんか借金まみれでこうなんか首が回らないような人じゃないってことですから、 どうしましょうかね。 10% とは言いませんけども 1% ぐらいはなんかこう寄付とかなさったらいいんじゃないですか。私おすすめですけどね、あの施しは必ず返ってくるので、私も宅発のお坊さんとか見つけたら結構もうわーっと駆け寄っていって、あの千円札入れたりとかしますけど、そのぐらい施しをさせていただけるっていうのはありがたいことで、もう必ずその返ってくるんですよね、はい。その見返りを期待して寄付するのはどうかと思いますけど、まあ 1% ぐらい。だから今ボーナスっていくらぐらいもらえるもんなんでしょうか。年齢によって違うんでしょうか。まあ、例えば50万円だとしたら5000円ぐらい、まあ寄付してもそんなに痛くないと思うんで、ぜひやってみてください。8番目、津本先生所有のストラットのボリュームポットの穴はどのようなもので埋めてあるのですか。ここでしょ、よいしょ、ここですね、ここですよね、見えますかね、これね、あれですって、私もあの松下工房さんに聞いたんですけど、あの、なんだっけな、スイッチ穴埋めっていうので検索したら、モノタロウとか、アマゾンとかで買えるそうです。私、わかんないです。私、買ったことないです。あのモノタロウで売ってるような製品とキッチン用品とかも全く分かんないんですけど、そのようにおっしゃってましたので、どうぞ検索してください。もう100円200円とかだそうです。9番目、アンプを背面に密着させると、アンプの背面を壁に密着させると壁が面音源になりますか。それはなりません。面、壁が振動しているだけです。あの音響放射じゃないですよね、まあ、反射と考えてもいいんですけど、まあ多分壁がただ振動してるだけなんで、低音だけが
ちょっとブーってなるだけだと思いますよ。10番目、スタジオの壁が木材でデコボコになっているのですが、木材で吸音できているのでしょうか。低音専用ですか。これはね、拡散をさせています。いろ吸音みたいにスッと吸うんじゃなくて、このバーンって反射させないで、いろんな方向にこう散らばらせるということですよね。で、低音専用ですかっていうのは、どんなデコボコになってるか分かりませんけど、よく例で出すのは、例えば、こんぐらいの山があるとしてください。ちょっと浅い山、思ってくださいね。で、よく見るとギザ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 ってなってると思うんですけど、この山の面がギザギザになってると思ってください。そうすると例えばパチンコ玉をザーッと落とすと、いろんな方向に散らばっていくの分かりますかね。そのこの山にこう反射してこういくのもあれば、その山の小さなデコボコに反応してこっちに行ったりあっち行ったりするじゃないですか。だからあらゆるパチンコ玉がいろんな方向にこう散らばるんですね。これが統計音響っていうんですけど、そういう小さな高めの音ですよね。で、例えばこのぐらいの山にテニスボールぐらいの大きさものも落とすと、単純にこの山の面にこう反応してこっち行ったりこうになったりするじゃないですか。こういうの気管音響の注意域なんですよ。で、例えばこのでかいそのなんかもうブヨブヨのボールみたいなのを落とすと、ボヨヨヨヨンってこう前に跳ね返るじゃないですか。これが統計音響、そのさっきのテニスボールみたいなのが気管音響っていうんですけど、統計音響、気管音響、最後の低音波動音響っていうんですけど、この3つのどれを狙って拡散させている木材の形かが分からなかったらどうなってるか分かんないですけど、はあ、まあ、大抵ね、統計音響で計算できるその高音の部分ぐらいを吸音してると思いますけど、ちょっとそれは物を見ないと分からないところです。はい、また何か質問ありましたらどうぞ聞いてください。このチャンネルではトータルギターメソッドの会員様からの質問にお答えしているのと、あと初心者用の方にまた別の再生リストでいろんな初心者用のレッスンとかやっておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。トータルギターメソッド概要欄からぜひお求めください。そして、ユーデミーの講座とかも、充実させていこうと考えておりますので、今の段階ではスケールと初心者用の講座やっておりますので、ぜひ概要欄からやってみてください。それではご視聴ありがとうございました。どうでしょうか、レンズピントが合わないですね。